第6章江戸6月24日から29日。素晴らしい評判を山ほど聞いていたので、私は江戸へ行きたくてうずうずしていた。1858年に調印された通商条約によれば、すでに1862年には外国との交易がこの首都で始まっているはずだった。しかしヨーロッパ諸国は大君の懇願を受け入れて、江戸の開港を無期限に延ばすことに同意してきた。だから今でも外国列強の公使たち及びその随行員のほかには江戸を訪問することができない。しかも残念なことに、諸公使たちは彼らの自身またはその随員たちの命が危うくなるような襲撃に幾度もあったために、随分前から江戸を立ち退いてしまっていた。だからアメリカ合衆国全権公使プリュイン氏を除いては江戸に残っている人はいない。プリュイン氏自身も臨時の代理公使としてポートマン氏を残して数ヶ月来江戸を離れている。江戸見物にはポートマン氏の招待状がなければならなかった。それ以外に手立てはない。列国の代理公使から招待状を手に入れるということは、日本でも他の国と同様に一介の外国人には大変難しい。彼と面識がない場合にはなおさらである。おかげで敬愛する友人たち、横浜のグラバー商会の友人たちの取りなしのおかげで、6月24日江戸の代理公使ポートマン氏を訪問するようにという横浜のアメリカ合衆国総領事フィッシャー氏からの招待状が領事館員のパンクスを通じて届けられた。私は翌日6月25日から出かけたい旨希望を述べた。それで総領事は翌朝8時から私の付き添いとして5人の役人、騎馬警護の士官を派遣するようにという命令とともに、江戸への旅行許可証を横浜の日本警察本庁に、横浜奉行所に送ってくれた。アメリカ合衆国領事館の仲介で、その晩中に荷物を黒い油紙に包んで江戸へ送り出した。それから江戸旅行中1日あたり6ピアストル、すなわち36フランの料金でクラーク氏の馬を一頭借りた。クラーク氏はジャマイカ島出身の黒人である。最初船大工から水夫になり、それから宿屋の親父、次にパン屋になり、現在は厩舎の持ち主で9頭の馬を貸し出している。今建てている家ができ次第またパン屋に戻るつもりだという。私が日本到着以来、雨がほとんど絶え間なく降り続いていたが、6月25日の日曜日は空の光紋を全開にしたかと思うほどひどかった。私は防水加工をしたマントと堅牢な紙でできたひさし付きの帽子、カスケットをかぶっていたが、これらは樹脂から作られたものながら丈夫さは皮下に劣らなかった。土砂降りの中、私に付き添う羽目になった5人の役人とともに、私は朝8時45分から出発した。この警護の役人はわずかばかりの心づけを受け取ることも許されない。彼らはどんな辛い運命からもその苦しみの中を取り除いてくれるある哲学、毅然とした定観を持って人生の巡り合わせにただ従っている。蔵はあぶみと同様に木製で、縦横6インチ15センチ、長さ14インチ35センチの木靴型の大きな鍵でしかない。役人たちはシャツに似た白い衣服と黄色か空色の長い上着、ブカブカのズボン、袴をベルトで締め付け、手袋の形をした一足の布製の靴下、足袋に藁のサンダル、藁地をしっかり結びつけていた。また平たい漆塗りの竹の帽子、陣笠をかぶり、その紐を顎の下で結んでいた。彼らのうち2人は高い身分の武士で、背中と両袖に
身分を表す紋章のついた上っ端のような短い乗馬服、陣羽織をつけて着物の上に着ていた。しかも他の者たちが一本の刀と脇差しか刺していないのに対して彼らは太刀を二本刺していた。皆藁の雨がっぱか私のものに似た紙がっぱに身をつっぽり覆い、それぞれ紙の扇子をケース扇子入れに入れて帯に刺していた。我々は列を作って街道を全速力で進んだ。二人の上級武士が私の先に立ち、後の三人は後方の警備に当たった。首から足首まで、神々、鳥類、象、竜、あるいは風景などを鮮やかな色で巧みに入れ墨をした全裸に近い別当、馬長が六人、馬と速さを競うように後をかけてきた。一人の背中と胸にある入れ墨には、火山富士山の噴火が書かれていた。万年雪をいただいた大噴火口から吹き上げる分厚い煙と、火山水にも思わるにあるもう一つの噴火口から流れ出た溶岩が本流となって平原の村々に押し寄せる様が極めてリアルに書かれている。入れ墨に書かれた村人たちのある者は子供を、またある者は老いた両親を背負って逃げ惑い、他の者たちは猛烈の熱に半ば窒息し、断末魔に身もだえしている。15分ほどで東海道の神奈川宿に着いた。この道路は長崎から江戸へ、そして函館まで600マイル、960キロ以上にわたって国中を縦断している。東海道は10から11メートルの幅で念入りに管理されており、世界でも屈指の街道と言われている。神奈川宿から江戸に至る東海道は20マイル約30キロ余りで、ほとんど常に海岸沿いに走っている。両側には切れ目のなく商家が並び、道路に向かって戸が開かれている。玩具商、紙の傘を売る雨傘や履物や絵画商、桃、梅、杏などが熟していない果物を飽きなう人々で、店々である。日本人は酸っぱい味を好むので、果物は合ううちに摘み取られ、前述したように熟した果物や野菜類でさえも日本では風味がない。しかも茂みでたわわな実をつけた野いちごなど誰も摘もうとはしない。そういういちごはとても食べられたものではないからだ。大街道沿いにまたたくさんの茶屋や警護の詰め所がある。大街道は竹竿に荷物をつけたクーリー、人足や締結なしの藁のサンダルを履かされた重荷を運ぶ馬で混雑している。実際役人の馬以外に締鉄をつけた馬を見たことがない。しかも役人たちが馬に蹄鉄をつけ始めたのも2年前からに過ぎない。他の女馬は全て藁のサンダルを履いている。我々はその他街道を行き交う極めて多くの兵隊、足軽たちに出会ったが、彼らは弓と矢筒または刀、銃で武装していた。銃剣は常に鞘に収められ腰に帯びている。我々はクーリー、カゴかき人足、4人が担いだ乗り物や2人のクーリーの担いだカゴかきをたくさん追い越した。街道の番所はどこも6人から8人の警備が正座している。彼らは私らに同行する役人を見つけるや路上から飛び出して平伏して迎えた。我々は2軒の茶屋に立ち寄った。最初の茶屋で小さな茶碗にお茶を16杯頼んだが、代金は一部 2.5 フランだった。この国で生産されるのは緑茶だけで、中国と同様にミルクも砂糖も入れないで飲む。牛乳、バター、そしてコーヒーも日本人には全く知られていない食物であることは指摘しなければならない。彼らの食べる動物性食品は海産物に限られている。2軒目に寄った茶屋では食事をとり、馬に会話を与えるために1時間以上とどまった。
先に述べたように、日本の厩舎では馬は他の国々とは逆方向につながれ、我々の習慣からすれば尻尾の来るべきところに頭が来る。マグサオケの代わりに馬の頭が届く高さに、天井から2本の綱で吊るされたバケツ、手桶からも、なんだっけこれ、あ、マグサを食べる。食べ終わると桶はまた天井に吊るし上げられる。これは大変便利だし気が利いている。というのは、蹴飛ばされてフグになる危険を犯さずに馬の頭に近づくことができるからだ。実際日本の馬はいつも互いに喧嘩しようとしている。全くひぬくれていて人に懐かない。街道で荷を運んでいる馬に出会ったら馬を避けて回り道をしなければならないくらいだ。メス馬は牧場にいるか子を産ませるために田舎に留められているので、オス馬しか見ない。日本では馬のことをポニー、子馬と呼んでいるが、日本の馬もヨーロッパの乗用馬と同じくらいに大きいのだから、この呼び方は全くふさわしくない。また他の国々での習慣とは反対に、日本では右側から馬に乗ることになっていることも付け加えておきたい。食事の際、人々は漆塗りに金箔模様のお椀にご飯、生魚、刺身、煮魚を盛り、酒、そしてお茶を持ってきた。それから私に象形文字が書かれた一枚の紙を差し出した。受け取ってみると感情書きらしい。役人の一人が一部と言いながら指を五本広げてみせた。支払いが5部、12.5 フランということだ。私は急いで支払った。宿物の者は感情書きを一旦受け取ってから領収の印を押して返してくれた。昼頃に江戸の港へ着いた。港は海辺から約2マイル、3キロの海上に入った6カ所の巨大な砦、お台場で守られている。しかし、これらの砦以上に江戸湾に浅いことが江戸の守りとなっている。干潮時にはどんな小さな船も岸に近づけないからである。やっと午後1時ごろに江戸の町に入り、よく観察できるよう馬を波足にした。まず大商店が立ち並ぶ海隘を通った。そこではどの家も1階が道に向かって開け放たれた店舗になっていて、奥の方の矮小な木で飾られた小さな花壇が見える。日本の家には必ず庭があり、庭には水槽やあるいは小さな庭石で縁取られ、扇の形をした金魚でいっぱいの模型のような池がある。江戸の家々は木造2階建てで、日本のどこでもそうであるように窓の代わりに障子の引き戸がついている。障子にはとても薄いが耐久の性のある白い紙が貼られているから、長い間雨にさらされても破れない。時折火災にも耐える塗り土の家、土蔵造りを目にする。平均して木造家屋25軒に対して塗り土の家は1軒の割合である。不幸にも日本では地震が多いので石の家を建てることはできない。江戸のすべての道はパリの大通りのように砂利で舗装されている。最も狭い道でも幅7メートルはある。商業地域の平均的な道幅は14メートルくらいである。一方大名、すなわち漁師たちの屋敷町の道幅は20から40メートルもある。午後2時ごろ、アメリカ合衆国公使館へ着いた。善福寺という大きな寺で、その名は永遠の常福を意味する。花崗岩の巨大な門をくぐると大きな石を埋め込んだ道が広大な前庭を横切っている大寺院まで続いている。この大寺院の左側により小さな寺院と、この聖域に勤める40人の僧が住む広い建物がある。右側にはかつて僧が住んでいた同じような建物があり、1840年以来アメリカ公使館として借り受けられていた。
ところが数年前に火災で喪失し、日本政府が建て直して現在はまた新しい領事館が設けられている。私が3日前から代理公使ポートマン氏の歓待を受けているのはここである。彼は親切に温かく私をもてなしてくれた。建物は2階建てで、回廊がぐるりと巡らされている。外壁と内壁はすべて白い紙を貼った引き戸上司である。ポートマン氏はまず私をまず2つの寺と2つの隣り合った建物の近く、彼のいわゆる要塞に案内をした。その要塞とは2つの竹の垣根とたくさんの番小屋、そして商社からなる。ここで昼間は200人、夜間は300人以上の役人が太刀と弓、鉄砲と短刀で武装して警備に当たっている。味方同士を確かめるための合言葉が夜ごとに決められ、受け答えできず通り過ぎようとする者は立ちどころに切られるということになっている。土砂降りの雨に続いた。しかし江戸を見物したい願望をか大きく、そんなことは言っていられなかった。入浴してさっぱりした後、別の警備の役人5名とともに再び馬で出発をした。先ほどと同じく一列になって進んだ。上級武士2名が先導し、他の者は後衛を務めた。大名の住む界隈をいくつか通り過ぎる。どの大名屋敷も300から600メートル四方の広大な庭園の中央にある。庭を囲むように木造2階建ての大きな建物があり、そこには大名側近の侍とその家族が住んでいる。この広大な建物も大名の共回りの者すべてを住まわせるには十分ではない。したがって庭の中には必ず別にたくさんの住宅が建てられている。大名たちは法律によって1年のうちに6ヶ月間は江戸屋敷に住まなければならないし、国元に戻っている6ヶ月は家族を人質として江戸に残しておくように定められている。参勤交代のせい、彼らが多数の家臣を連れて江戸を出発し、また戻ってくる行列の規模は大名の禄高に比例し、最も裕福な者の共回りには1万5千人を超える。大名屋敷は練土で乗られたものでもあるが、大半は簡素な木造で漆喰で白くしてあるだけである。しかしどの屋敷も多かれ少なかれ幅広い堀に取り囲まれ、そのうちのいくつかはさらに高い土塀で囲まれている。日本には400家以上の大名がおり、皆それぞれに一つないしはいくつかの屋敷を江戸に構えているので、総合すると大名屋敷だけで江戸の3分の1を占める。江戸で交付された公式目録によれば、大名のうち20人は26万3700石以上の年収がある。一石が 17.3 フランとすれば456万2010フランとなる。さらに年収が60万石、すなわち1038万フランを超えるものは4家ある。列記すれば大名加賀前田加賀の神は年間石高120万2700石、すなわち一石17点3フランとして換算すれば2080万6710フランである。大名薩摩松平薩摩の神は76万800石。17.3 フランで計算をして1316万1840フランである。大名尾張徳川尾張殿は62万9500石だから、同様にして1089万350フランとなり、大名陸奥仙台松平陸奥守は62万
6000石で1082万9800フランである。タイ君が勝手気ままの行動を取れない理由として、まず彼が昔からのしきたりや法律を遵守していることが挙げられる。しかしそれ以上に、表向きの服従にもかかわらず、実際には対立関係にある大名、すなわち領主たちの存在が大きい。以上のようにオールコック教は言うが、この指摘は正しい。国元では大部分の土地を領有し、そこには絶対的権力を振るっている大名たちは、二つの権力の進化として国王を遵守しながらも、実際には大君と帝の権威に対抗している。好機到来と見るや、自己の利益と情熱とに従って両者の権威を縮小しようと図るのである。これは騎士制度を欠いている封建制度であり、ベネチア貴族の下等政治である。ここでは君主が全てであり、労働者階級は無である。にもかかわらず、この国には平和、行き渡った満足感、豊かさ、完璧な秩序、そして世界のどの国にも増してよく耕された土地が見られる。我々はまず愛宕山に着き、そこで馬をついてきた6人の別当に預けた。ここは高い丘で、我々は花崗岩の立派な階段を登っていった。丘の上には美しい茶屋がある。ここから江戸の素晴らしい景観が楽しむことができるが、それでも町の3分の1は見えるか見えないかくらいである。江戸は12マイル20キロ四方の広がりを持つ都市なのだ。眺めは大層変化に富んでいる。正面のあまり遠くないところに大君の城、江戸城がはっきりと見えた。城は高台に大きな塀と高い城壁に囲まれて立っている。周囲8キロ以上もあるこの城は神聖なものとみなされて、一般の人々は入れない。さらに1862年大君に外国公使たちの謁見した折に、共に招かれた我が親愛なる代理公使ポートマン氏から聞いたところによれば、城内に入ってからも大君の宮殿に達するまでに、さらに2つの大きな堀と2つの高い城壁を越えなければならないということである。宮殿は木造2階建て、厳しく簡素な風格を備えている。木製の門と天井を支えている円柱には美しい彫刻が施されている。しかしガラス張りの窓は一つもない。日本の他のどこでも同じように、壁や間仕切りは、壁は紙を貼った引き戸、障子、襖のからなっていて、部屋には家具というものがまるでなく、絹で縁取られた竹の美しい御座に覆われた床が大君の椅子、机、長椅子、ベッドとなっている。城の右手、同じように高台の上に歴代大君の霊廟のある墓、墓地、増上寺が見える。周囲4キロ四方の墓地に巨大な樹木が植えられ、城と同様大きな堀で取り囲まれている。私が見るところができたのは、建造物といったら墓地内の38寺の一つに付属する一風変わった塔、五重の塔だけである。あらゆる努力を試みたが、ついにこの墓地に訪れる許可を得ることはできなかった。大君の宮殿に入ることに比べたら、墓地に足を踏み入れるのはまだしもたやすいことだと思われたのだが、墓地の右側には見渡す限り多くの大名屋敷が見えた。むしろ付属家屋と大名屋敷と言うべきだろうか。なぜならば大名屋敷は広大とはいえ、いかにも低層建築なので、
屋根を取り巻いている多くの付属家屋との区別がなかなかできないのだ。各大名屋敷の中では庭と針葉樹、その他いろいろな木を植え込んだ大庭園が見える。もっと右の方を向くと、今私が通ってきたばかりの商業地域が見える。それらは港まで広がっている。青みがかかった屋根瓦の家の単純なつながりに変化を与えているのは、裕福な家の庭が美しい緑と、ヨーロッパの鐘楼によく似た木造の火の見櫓、それに半円形の屋根、入り口の唐破風をいただいているたくさんの寺である。さらに右に広い港と6つの砲台、たくさんの小舟が見える。大きな日本の蒸気船が7隻、闘病地に停泊していた。これらの船は幕府が1400万フランも以上もかけて建造したものだが、打ち捨てられたまま何ら益するところなく朽ち果てる運命にあるようだ。我々は阿多賀山を降り、再び馬に乗って大君の城の周りを一巡し、世界の他の地域と好対照をなしていることは何一つ書き漏らすまいと思っている私としては、次のことは言わなくてはなるまい。すなわち、日本の猫の尻尾は1インチあるかないかなのである。また犬はペテルスブルグやコンスタンティノーブル、カイロ、カルカッタ、デリー、北京では大変粗暴で、我々の乗っている馬やラクダに吠え立て追いかけ回してきたものだが、日本の犬はとてもおとなしくて吠えもせず道の真ん中に寝そべっている。我々が近づいても相変わらずそのままでいるので、犬を踏み殺さないようにいつも避けて通らなければならなかった。公使館に戻ったのは夕方7時頃だった。夕食の後、ポートマン氏は、私はもう一度要塞を巡回した。夜間我々を刺客から守ってくれる要塞である。どこの詰所にも役人が大勢詰めていた。詰所は赤と黒の象形文字が書かれて、たくさんの提灯で取らされている。これらの提灯は安くて、その上ヨーロッパのランタンよりも長持ちする。使われていない時には折りたたんでしまえる。この夜の合言葉は誰に対して風である。6月26日早朝、私はいつもの警護の節5名と他の公使館を訪問するために馬で出発した。1ヶ月ぶりに晴れて、熱帯を思わせる太陽がギラギラと照りつけていた。まず西海寺の僧帽の中にあるフランス公使館へ行った。公使館には二重の竹の生垣に囲まれた小さな庭しかない。建物は寺の左側の崖っぷちにあった。かなり広いが無人で放置されている。フランス公使は江戸の刺客を恐れて、もはやここに住まず、いつも横浜にいるからである。1862年、1861年の誤り、アメリカ公使館付けの通訳ヒュースケン氏が暗殺されたのは、まさしく西海寺のこの公使館の門前である。我々はさらに長王寺にあるオランダ公使館へ行った。八重椿や城が植えられた美しい庭を取っていくと、庭外れに高さ200メートルの花崗岩の階段があり、寺に続いていた。公使館は寺の後ろの丘の麓にあり、寺側は二重の竹の生垣で守られているだけなので、もし襲撃を受けたらひとたまりもないだろう。オランダ代理公使がこの公使館を見捨てて江戸を立ち退いたのには賢明であった。我々はまた馬に乗り、東禅寺にあるイギリス公使館へ向かった。この公使館は血にまみれた戦垣の舞台にもなったのだから、もっと詳細に記述しなければならない。花崗岩の大門を入ると、長さおよそ500メートル、横66メートルほどの広大な境内が広がり、松の大木が植え付けられていた。門から花崗岩の敷石を並べた広い道が、2層建ての豪壮な楼門を通って本堂まで続いている。
本堂の左手は大勢のボンズたちが寝起きをする大きな平屋の建物で、公使館は右手にある。やがて平屋で20ないし25部屋にいくつかの廊下が張り巡らされている。間仕切り壁も外壁も紙を貼った引き戸障子でできているので、夜は建物を知り尽くした人でなければとても抜け出せないだろう。1861年の誤り、7月の襲撃の際に、まさにこの造りのおかげでオールコック教は命拾いをしたのである。この時10名が殺害され、15名が重傷を負った。法王の障子紙にこの襲撃の時できた大きな血痕がまだ残っている。家屋のもう一方の側には池を隔てて鬱蒼と樹木が長い茂った広大な庭園があり、かつてその桶には小さな木の橋がかかっていた。同様に1862年の夜に合言葉を使って庭の側から忍び込んだ刺客たちは、イギリスの2人の伍長を殺したが、強力な援軍が到着し、イギリス臨時公使オニール大佐を暗殺する目的を果たすことができないまま逃亡した。現在橋は壊され、二重三重の防護柵と多くの番小屋で取り囲まれているけれども、イギリス人たちは物理的にも皮膚的にも火山である江戸の地を恐れて、随分前から公使館を横浜に移しているので、江戸の建物は打ち捨てられている。寺の傍らには大きな鐘が吊るされ、鐘を鳴らすのには4本の鎖で吊り下げられた太さ10インチ30センチの朱木が使われる。この国では鐘は皆この方法でつく。小さい鐘、半鐘なども西洋の鐘と異なり、下がついていないので土で叩いて音を出す。ここから随員とともにアメリカ公使館に戻って昼食をとった。それから別の5人の役人と一緒に有名な浅草観音寺を見物に出かけた。江戸を流れる大川、隅田川の下流は川口こそ広いが大河ではない。この川が町を不均等に二分している。一方が本所、もう一方がいわゆる江戸である。さらにこの江戸が水城大君の居城と外城城の周囲の3部分に分けられる。朝倉観音寺はほぼ町の外れにある。我々は大名屋敷が打ち続く似たような界隈を早足で駆け抜け、大君の墓所に沿ってかなり長い距離を進んだ。商業地域に入ってからはじっくり見ることができるように馬の速度を落とした。どこを見渡しても肉屋も牛乳屋もバターを売る店も家具屋もない。日本人は肉も牛乳もバターも食べず、また家具の何たるかも全く知らないからである。一方、金で模様を施した素晴らしい、まるでガラスのように光り輝く漆器や蒔絵の盆や壺などを商っている店は随分たくさん目にした。模様の美しさといい、精緻な作風といい、セーブル焼き、フランスの代表的な陶器に勝るとも劣らない陶器を売る店もあった。例えばまるで卵の皮のように薄いにもかかわらず極めて丈夫な陶器の茶碗がある。竹や藤を格子状に巡らした茶碗もある。格子はとても強く、しかも極めて精巧にできているので、顕微鏡でも使ってみないと陶器なのか藤なのか見分けがつかないくらいである。ただし我々ヨーロッパ人にとっては部屋の装飾品にしかならないだろう。この茶碗は我々には小さすぎるし、それに受け皿もとってもついていないからである。日本の家庭で使われる食器の種類は極めて限られており、我々からすれば一風変わった形の他の陶器がいつ何に使われるのかわからない。私は馬から降り
別棟に預けると、それぞれの店でどんな興味深いものが並べられているかもっとよく見ようと数メートル歩いた。たくさんの店で銅や鋼鉄でできた工芸品や根の張る造眼を施した壺などを見たが、なんとこの壺に付けられた値段といったら、私が二級品と見たこの品に4300文、17750フラン要求されたとだけ言っておく。造眼細工の玉の飾りや象牙細工、弓、刀剣類を売る店も多かった。日本刀の名声は東洋全体に鳴り響いている。その堅牢さと切れ味はすごいもので、太さ2センチの鉄の棒も一打ちに断ち切ることができると誰もが請け負ったものだ。ここでは大小2本の刀を80部200フランで売っている。私は刀が1本に100部ではどうかと持ちかけた。ただし支払いの前に主人自ら私の目の前で釘を断ち切って見せてほしいと。しかし主人が断ったので買うのをやめた。主に私の耳には、日本刀の品質が古代に伝えられたものらしく、私が切らせたいと思った釘は直径1インチ6分の1 4ミリにもなかったのだから、日本では未だに弓がよく使われていて、長さ2、3メートルの弓を方々の店で見かけた。弓がいっぱい入っている朱塗りのエビラ付きで1丁58分145フランであった。木彫に関しては正真正銘の傑作を並べている店が実に多い。日本人はとりわけ鳥の木彫りに秀でている。しかし石の彫刻は不得手であり、たまに見かける軟石を使った石彫りもつまらないものである。大理石は日本では全く知られていないようだ。国産の絹織物を商う店が多いのには驚かされた。男女500人を超える店員が働き、どの店も大きさといい、品数の豊かさといい、パリの最も大きな店に引けを取らない。ただ店内のしつらえは外の国のと少し違っている。店は通常町の角にあって、ベランダか開け放たれた廊下に囲まれ、道に面した1階の壁は障子か引き戸になっている。日本の店はどこでもそうだが、朝にこの障子または頭髪し、夕方また元に戻す。だから店はいつも間口いっぱいが入り口で、奥の方まで開け放たれている。床は道路よりも30センチほど高く、絹で縁取った薄い竹の敷物、畳のことであろう、で覆われている。この敷物は長年にわたって極めて清潔な状態が保たれている。というのはここに上がるときに皆裸足になるからである。日本人は長靴も短歌も知らない。履物としては木、藁、または竹のサンダルだけである。家の中に上がるときは御座を敷いた床の間の前に履物を脱いでおく。床の上には10から20反の反物の山があちらこちらに作られ、それぞれ山の傍らに池台が2人かかとの上に座っている、正座している。買い物客もまた座って布地を見たり握ったりしていた。もし出してある布地の中に客に気に入るものがなく、別の品物を見せる必要があるときには、タンスや引き出しから取り出すのではなく、3階にある店の在庫品置き場へと取りに行く。3階には商品が紙の箱に収まって積み重ねてある。このほか、たくさんの下駄や傘や提灯やいろいろな教養書や孔子、孟子の聖典を売っている数軒の本屋の前を通った。本は実に安価で、どんな貧乏人でも買えるほどである。さらに大きな玩具屋も多かった。玩具の値も大変安かったが、仕上げは完璧。しかも仕掛けは極めて巧妙なので、ニュールンベルクやパリの玩具製造業者はとても太刀打ちできない。例えば玩具の小鳥が入っている鳥籠は5
5から6数で売られているが、小鳥は機械を起こすとほんのわずかな風でくるくる回るようになっているし、仕掛けで動く亀などは算数で買える。日本製の玩具のうちとりわけ素晴らしいのは駒で、100種類以上もあり、どれをとってもとても面白い。絵や額を並べている店にも立ち寄ってみた。日本人は絵が大好きなようで、しかしそこに描かれている人物像はあまりにリアルで、優美さや繊細さに欠ける。ところで日本人は家の中でも路上でもほとんど裸で暮らす習慣を持っていて、誰一人それがデリカシーに欠ける行為だとは考えない。風俗画家といったものは日常目にしているものを画材にするものであって、したがってヨーロッパ人ならおかしいと思う人々の暮らしぶりを描いてもそれは当然なのである。日本の首都で外国人を目にすることは一大事件であり、私が道を通っている時も人々は好奇心をあらわにして唐人唐人と叫んだ。公衆浴場に差し掛かると歓声は一段と高くなった。運の悪いことに風呂屋の前を散歩で通りかかるたびに横浜であったような光景が繰り返された。有名な日本橋と呼ばれる橋を渡った。日本人はここを起点として国内すべての距離を計測する。よくようやく我々は浅草観音寺の大きな山門に着いた。門から長く美しい道が一本、寺の入り口の扉まで伸びている。大通りの両側に店が立ち並び、一種のバザール形式をとっていて、主に子どもの玩具、仏像、婦人の装身具、とりわけ金色のかんざしが売られている。かんざしの先端には中が空洞のガラス玉がついていて、ガラス玉の中は色のついた液と金箔で満たされている。通りは女、子供、風来坊、買い物客でごった返している。我々は寺の脇の墓地で馬の越冬に預けた。寺へ向かう坂道を登る道すがら、観音様がお使いになる二頭の白い神馬の厩舎を見た。僧によれば観音様は夜ごと広大な宇宙をこの馬で駆け巡られるということだ。例のごとくに馬の頭部がヨーロッパなら尻尾のあるべき位置にある。厩舎は漢字で書かれた願掛けのおびただしい絵馬をで飾られている。この厩舎の脇にもう一つ漆塗りの大きな木馬を収めた厩舎がある。ふさるすの厩舎の前にはいつも茹でた生目を売る人がいる。信者たちは新芽にも木馬にも穀物でこの豆を買ってお供えをする。寺の屋根の上にコウノトリの大きな巣があり、庭の親鳥とたくさんのヒナが見えた。巣は寺の飾りになっている。私は警護の武士5人と共に寺に入り、1時間以上もかけてじっくり見て回った。私の周りには唐人唐人と叫ぶ100人以上の老若男女が絶えずしめいていた。群衆が私に触ったり、時計の鎖につけてあるサンゴの飾りを引きちぎろうとするので、友の者たちはそれを防ごうと躍起になっていた。サンゴは日本中どこへ行っても好奇心の的だったが、この寺ではことにひどかった。浅草観音寺の規模は大きい。本堂中央に趣味壇、一種の壇、すなわち台山を設けられ、漆塗りの大祭壇が置かれている。祭壇の上には家の形をした金色の天蓋が下がり、この天蓋の両側に高さ66センチほどの金の仏像、また正面には高さ1メートルの金メッキされたブランズの蓮の花が並んでいる。左右にもまた天蓋があり、そこには金の小さな女神像が20体くらい収められている。桃色の長い衣を着た同士が祭壇の前で香を焚き、土で鐘を叩き、手のひらを合わせて経を上げていた。約
20人の他の僧侶たちも同士に合わせて梵語で経を唱えていた。本堂の左右には小規模なお堂が続き、右側のお堂には大変な数の金色の仏像が飾られている。左側のお堂には仏像の傍らに優雅な魅力に富んだ江戸の花魁の肖像が掛けられている。肖像画は絹の布や紙に描かれ、どれも額縁に収められている。日本で最も大きく有名なお寺の本堂に花魁の肖像が飾られている事実ほど、我々ヨーロッパ人に日本人の暮らしぶりを伝えるものはないだろう。他国では人々は娼婦を憐れみ容認してはいるが、その身分を卑しく恥ずかしいものとされている。だから私も今の今まで日本人が花魁を尊い職業と考えていようとは夢にも思わなかった。ところが日本人は他の国々では卑しく恥ずかしいものと考えている彼らを崇めさえしているのだ。そのあれ様を目のあたりにして、目のあたりにして、それは私には前代未聞の途方もない逆説のように思われた。長い間娼婦を神格化した絵の前に保全として立ちすくんだ。寺の中央の天蓋の下に木の木像が安置され、その前に賽銭箱が置かれている。人々は皆いくらかの賽銭をこの墓に投げ入れ、仏様のお顔を何度も触ってはその手で自分の顔をこすっている。絶えずこすられているので仏様のお顔はほとんどすり減ってしまっている。同様のもっとずっと大きな賽銭箱が三つの聖壇の前に置かれてあり、皆祈る前に何がしらかのものを投げ入れている。壁と天井を支える円柱には丸彫りの小さな仏像や仏画が覆われている。人々は手の届くところにある仏像や仏画には穀物を結びつけ、高いところに吊るされているものには願い事を書いた小さな紙片を濡らして紙つぶてにして、ふいごの要領で吹きつけている。この紙つぶては仏像の上にぺったりとくっついて長いこと離れない。花魁の肖像画の上にもたくさんついている。このことからも彼女たちが神格化されていることがよくわかる。寺の中には20画面の巨大な提灯が吊るされ、中には長さ7メートル、幅 3.5 メートルある提灯も見られる。日本の宗教についてこれまで観察してきたことから、私は民衆の生活の中に真の宗教心は浸透しておらず、また上流階級をむしろ懐疑的であるという確信を得た。ここでは宗教儀式と寺と民衆の娯楽とが奇妙な具合に混じり合っているのである。浅草観音寺の広い境内には、ロンドンのベイカリーストリートにあるマダム・タッソーの老人形館によく似た生き人形の見せ物や茶店、バザール、銃の矢場、芝居小屋、駒回しの曲芸師の見せ物小屋等々がある。かくも雑多な娯楽が真面目な宗教心と調和するとは私にはとても思えないのだが、境内に見せ物を全部見て回ったが、とりわけ駒の曲芸には感嘆した。空中高く駒を投げ上げ、キセルの先端で受け止める。曲芸師はまるで駒が人間かのように語りかけながら、たどるべき道筋を指示する。ある駒には刀の切っ先を回り、刃の上を行ったり来たりするように命令し、またある駒には20度の角度にピンと張った紐の上を上り下りするように命じた。3番目のには空中に放り上げてから1本の指で受け止め、腕に沿って上らせ、続いて背中を一回りしてもう一方の腕から戻るように命じた。すると駒はまるで生き物のように命令に従った。駒の内部には断じて種も仕掛けもない。
曲芸師の手の力と器用さは大変なもので、ちょっと見ると2本の指で軽く回しただけのように見えたコマが10分間も回り続けた。もし万一このページがかつての有名なアメリカ人バーナン氏の身に触れることがあれば、私は彼に小人や偉人ワシントンのうばなる振り込みの耳が遠く口が聞けなくなって体の麻痺した黒人の老婆を並べさせるような興行はやめて、即刻日本に来て駒曲芸師を雇い、ヨーロッパやアメリカで興行することを進めたい。熊回しは実に素晴らしい芸術であり、必ずやどの文明国でもそれにふさわしい称賛の嵐を巻き起こし、バーナン氏に毎年巨額の富をもたらすに違いない。確かに日本人が外国に出ることは厳しく禁止されているが、バーナン氏に不可能はない。次に私は役人5人の猛反対にもかかわらず、日本語で大芝居と呼ばれる大劇場へ出かけた。それは木造3階建ての大きな建物で、6000人から8000人の見物客を収容できる。大芝居は中国の劇場とは違って幅23メートルの舞台に、緞帳や舞台裏、それに質は落ちるがヨーロッパ風の書き割りが備わっている。緞帳の中央には美しい絵の代わりに1メートル半ほどの大きな漢字が何やら書いてあり、その周囲をやや小さな象形文字が囲み、文字と文字の間には花が描かれている。劇場内に椅子、ベンチあるいはテーブルなどはなく、平戸間にも1階2階のギャラリー席にも2メートル四方の竹の御座が敷かれ、観客はその上に座っている。最初の出し物はドラマティックな作品で、次は滑稽ものだったが、いずれも見事に演じられたので、日本語が分からなくても全てよく理解できた。日本も新国同様、舞台監督もプロンプターもいない。役者たちはどちらも全く必要としていないからである。幕が上がると3人のクーリー、人足が担ぎ人足、観客が路上に座ってサイコロ賭博をしている。そこに警察の役人、与力が現れて3人を逮捕する。日本では路上での賭博は禁止されている。ところが3人は与力にお世辞を振りまき、すっかり恐られてしまった与力は自分も博打に加わる。初めのうち与力が運に恵まれて勝つ。すっかり調子づいた彼は大博打を打ち始めたが、結局はそれまで儲けた分どころではなく、有金全部をはたいてしまう。与力はさらに負けた分を取り返そうと躍起になって、扇子、羽織、漆塗りの帽子、袴、草履、下着、果ては大刀までかける。しかし不幸にして全てを失い、歩道に丸裸で残される。三人の観客は衣服一揃いを山分けするや逃げ去る。そこへ町の長官、町奉行が現れて、部下が行動で丸裸になっているのを見てびっくり仰天して立ちすくむ。与力は町奉行の前にひれをしてひざまずき、地面に頭をすりつけては泥棒に身ぐるみを剥がされたと話し、刀を奪われたことへの許しを求める。ボロボロ涙を流しながら必死に許しを請う姿に心を打たれた奉行は全てを許した。ちょうどこの時、与力の丈夫だった若い女が来合わせた。女は与力に捨てられ、前の旦那からもらった装飾品まで剥ぎ取られていた。しかも与力はそれを新しい丈夫に送っていたのだった。女は与力の悪行を奉行に言いつけ、彼の話など真っ赤の嘘だと付け加えた。襲われたものでも盗まれたものでもなく、軽率にも賭博に夢中になった報いだと言ったのである。怒った町奉行は与力に直ちに腹切りするか、さもなければ不名誉な公私刑、晒し首にすると宣言した。女は急いで刀を探しに行った。与力は奉行に名誉ある死を許してくれたことを
うやうやしく感謝した後で神に短い祈りを捧げ、両手で刀を握り腹切りをし、血の海の中に倒れた。死に臨んで彼は昔の恋人に許しをこい、大きな富木をついて息を引き取ったように見えた。そして幕が降りた。切腹が実に真に迫っていたので、観客は皆騙されたように誰もが涙を浮かべていた。熱狂的な与力を演じてくれた役者の名を連呼して、彼が無事な姿で現れるや歓声を上げて迎えた。私は今でもどうやって血の海を作り出したかわからない。役者はその何かに隠れておけたかもしれない帯さえ身につけていなかったからである。この後景気が喜劇がいくつか上演されたが、もし日本人がみだらなシーンに気分を損ねるような観客であったのならば、幕が降りるまでとても耐えられなかっただろう。劇場はほぼ同数の男と女の客でいっぱいで、誰もがこの上なく楽しんでいるように見えた。男女混浴どころか、みだらな場面をあらゆる年齢層の女たちが楽しむような民衆の生活の中に、どうしてあのような純粋で敬虔な心持ちが存在しうるのか、私にはどうしてもわからない。我々が劇場へ出た時にはもう夕方の6時だった。私は7時にポートマン氏との晩餐に招待されていたので足早で進んだ。警護の武士たちは道路いっぱいにしめき合っている群衆を、はいはい、危ない、注意しろ、気をつけろ、危ないぞと叫び続けながら追い散らした。こうして我々は7時半に善福寺に公衆公使館に着いた。この夜の合言葉は誰に対して大であった。江戸での私はまるで囚われ人のようであった。武装した100人余りの役人が領事館の周囲を厳戒態勢で守っているにもかかわらず、私が風呂場や厩舎に行くたびに役人が何人かついてくるのだ。風呂場も厩舎も同じ庭の中にあるのにである。こういううんざりするような過剰警備に抗議をしたが、徒労に終わったし、またその理由をあれこれ憶測してみたが、それも無駄だった。役人たちは欲得づくでこのげんなりする警備に励んでいるのではないことはよく承知している。だからなおのことその精勤ぶりに驚かされるのだ。彼らに対する最大の侮辱は、たとえ感謝の気持ちからでも現金を送ることである。また彼らの方も現金を受け取るくらいならば切腹を選ぶのである。それにしてもほんの数日を江戸で過ごすだけの私がこうも過度の献身ぶりにへきへきしているのだから、同じように警護され、外出時には必ず前に2人後ろに3人護衛がつく。かの有名な代理公使ポートマン氏に至っては全くお気の毒というしかな言いようがない。昨日6月27日、私は団子坂にある有名な苗床と公園、王子にある名高い茶葉を見見物し、帰路もう一度見たいと思っていたが、浅草観音寺を経て戻れるように5人の役人がたちと共に早朝出発した。35マイル、55.6 キロの周遊で、すべてを見物し、さらにメモを取る時間を得るためにはかなり早足で回らなくてはならなかった。我々はまず大名屋敷が立ち並ぶ多くの道と公共道路、兵隊の訓練用馬場などのようである。それを駆け抜けて、続いて江戸城の堀にかかった美しい道を進んだ。堀には常に数えきれないほどのカモやノガモなどが、野鳥が群れをなして集まっている。鳥たちはここなら全く安全であることを知っていて、いかにものびのびとしている。この堀の鳥を殺すのはもちろんいじめただけでも死刑に処せられる。
たびたび大名や大名の家族の行列にもいくつか行き合った。彼らは黒い朱塗りの乗り物をカゴに乗り、その前後を大変な数の家畜やら騎馬やらの家来が守っている。家来たちは2本の刀を刺し、漆に金箔塗りの竹製の傘をかぶって、主君の名前と家柄を背中に大きな漢字で書いた水色の羽織を着ている。それに濃い色の細いズボンと青い靴下とサンダル以上が彼らの服装である。行列の家来たちは辺りを平下し、人々を威圧するように進んでいた。その後にはいつも黒い油紙に包んだ荷物を竹かごにつけて担いだ10人から20人の空力、中元、やっこが続いた。城の北端から江戸の素晴らしい眺望を楽しむことができる。我々はそこから町の低地帯を下り、もっと賑やかな界隈へ入る道をたどった。通りには人があふれ、はい、はい、危ないという前払いの叫びももはや役に立たず、我々は馬の歩調を緩めざるを得なかった。続いて我々は大名屋敷の立ち並ぶあたりを再び早足で駆け抜けた。中でも日本一の金持ちである加賀前田加賀の神の広大な屋敷は目立っていた。次に広い別荘地帯下屋敷に入っていった。どの家にも立派な庭があり、その花壇の部分は常に盆栽と珍しい植物の苗床で占められている。2時間半かけた後で団子坂に着いた。丘の中腹に御影石の大石段とたくさんの庭石で知られた苗木園がある。苗木園ではありとあらゆる盆栽が見られる。竹に結びつけてわざと小さく作られた菌が大きな植木鉢の中で巧みに育てられている。高さわずか 1.5 メートルの松もあって、水平に伸びた枝が直径 6.5 メートルの傘を作っている。庭師の技術によって虎、ラクダ、象などの動物の形をした木もたくさんあった。私が最も驚嘆したのはカエルの格好をした松である。地面から9から10インチ、2から30センチのところのでは互いに組み合わされた12本の小枝にとよって作られ、しかもこのその小枝はただ1本の幹から出ているのだ。もう一つ、高さが60センチしかないのに始終枝を刈り込むことによって幹の太さを5インチ、12.5センチまでにしたみかんの木も脅威であった。団子坂の丘から眺めると江戸は森の真ん中にある2つの広大な町のようである。我々は数々の美しい庭園と公園を横切って、さらに王子まで旅を続けた。王子は川のほとりに立つ茶屋で有名な魅力的な村で、川はここで大きな滝となって流れ落ちる。川の対岸に竹と巨木が群生する広大な公園、現王子神社境内で約33メートルの丘になっている。その丘の御影石の階段を私は疲れを知らない友の役人と一緒に登った。公園の真ん中に将軍家の創始者である家康公によって造営された有名な権現様の寺、実際は家光の造営があった。王子権現とも言う。この寺も砦で縁取られた額や極めて魅力的な遊女たちの肖像画で飾られている。さらに鳥や木々をかたどった美しい木彫、青銅の壺、漆器類、また高さが2メートルもあって一風変わった塔の形をした青銅製の灯籠が4基ある。
入り口の扉の前には青銅製の大太鼓と列柱に混じって赤く塗られた2体の巨大な仁王像が見られる。公園内は何本もの美しい通りが縦横に交差している。坂道を下って盆栽を扱う植木屋へ入った。すると2メートルほどの小高いところに小さな家、祠があった。神殿ないし小さな寺として使われているのだが、中には火を見張る2匹の犬、狐の誤りを描いた下手な絵が2枚貼ってあるだけだった。この庭園は町外れに位置しているらしい。あたりは平野の中に稲田しか見えない。私は友の者と一緒に川沿いの有名な茶屋の一つ、現在の扇屋かに行った。寺に上がる前にそこに昼食を注文しておいたからである。この茶屋は木造2階建てで掃除が行き届いていた。磨き抜かれた、あるいは漆塗りかの床に絹で縁取りをされた美しい竹の敷物が敷かれ、日本のどこにでもそうなように家具調度の類は一切ない。目の覚めるように美しくて裏若い12歳から18歳の乙女たちが給油をしてくれる。長い着物を小綺麗にまとい、幅広の帯をギュッキュッと締めているので裾の部分が広がらず歩きづらそうである。日本の着付けははっきりと反クリノリンの傾向を示している。木の下駄が唯一の履物で、彼女たちはいつもそれを何座を御座だ、木の下駄が唯一の履物で、彼女たちはいつもそれを御座を敷いた床の前に脱いでから部屋に上がる。彼女たちの髪は結紙によって縫い上げられた傑作である。会食者が座るや否や、若くて美しい女性がうやうやしくお辞儀をしながら着せると、漆塗りの小さな箱の中に銅製の器が2個入ったタバコ盆を持ってきた。器の一つには刻みタバコが、もう一つには真っ赤に起こった炭火と灰が入っていた。また別の女性がやはり深々とお辞儀をしながら、富士山やコウノトリ、鶴を金で描いた漆塗りのお盆に乗せた緑茶の小さな茶碗を勧めた。茶には砂糖も牛乳も入っていない。茶屋は花園に囲まれている。盆栽に飾られた花園が川に沿って広がり、戸を開け放した立派な東屋が散在している。他の客と話すために宿の者が亭の一つに我々を案内してくれた。滝がすぐそばに見えた。一人の娘が金巻絵の赤い碗にご飯、生魚、刺身、大層おいしそうな煮汁で煮つけた魚、大エビ、海藻類、竹、これはアスパラガラスに似ている、片茹での卵などを給仕してくれた。またトランペット型の鈴のとっくりに冷たい酒を入れ、コップの代わりに陶磁器の杯へと継いでくれた。私は日本風に座ることができなかったので、足を投げ出して昼食をとった。別の娘が5人の友の者にご飯、刺身、煮魚、惣菜類を給仕し、勘をした調子を次々に少なくとも6本はつけた。友の者が冷酒より燗酒を好んだからである。最後に勘定書を持ってきたので見ると、6部15フランもしていた。食事のあと我々はいつもの隊列を組んで浅草観音寺へ向かって出発をした。道に沿ってほとんど切れ目なく農家と苗床と茶屋が並んでいた。途中私の興味を引いたのは鍛冶屋と学校、寺子屋だけであった。まず学校を詳しく見ようと中に入っていった。
教室は間口いっぱいに道路に向かって開かれていた。もちろん椅子もテーブルもない。4歳から6歳の男の子たちが60人ほど御座の上に座り、それぞれ一巻一巻の紙を持った、斜めに置かれた黒板の上に教師が白墨で書いていく言葉とその読み方を真似ていた。教師は私に挨拶をしたけれども、言葉がわからないために理解し合うことは難しかった。我々の会話は短く面白いものではなかったが、にもかかわらず、日本語には様々な文字があり、まず漢字を使って書くことが教えられているのだということが理解できた。鍛冶屋では、単純で巧妙な構造の二重ふいごに特に興味を惹かれた。縦1メートル16センチ、横39センチ、高さ42センチの閉じられた箱でできている。空気の入り口に2つの弁があり、1つは前板の、もう1つは後ろ板の中にある。箱の底には穴が開いていて、地下の管を通って火に通じている。火は鍛冶屋の屋内の中央部、地面と同じ高さのところで、深さ8センチの広い穴の中で燃えている。箱の前には男の子が座っていて、もっぱら箱の中にあるポンプのような栓の取っ手を手前に引いたり足で押したりしている。柄を引っ張ったり押したりすることによって、風がいつでも非常の激しさで地下の管を通り火を煽り立てる。かなりの時間を浅草観音寺とその周りの娯楽場で過ごしてからアメリカ領事館のある善福寺へ戻った。昨夜の合言葉は誰と娘だった。今朝は4時半に鐘の音で目が覚めた。毎朝この時間に僧侶たちを朝の勤行に召集する鐘である。私は朝のお勤めを見ようと急いで身支度をした。寝室を出るや否や役人が3人付き添って寺までついてきた。勤行は浅草観音寺のと同じだった。たくさんのろうそくを灯した祭壇の前で長い桃色の衣をつけた僧が四式をしていた。他の僧20人は座って盆語で讃歌を唱えていた。日本の僧は全て剃髪し独身でいなければならない。この国の民族宗教は神道で、今も尊奉されている。さらに1300、400年前に支那から孔子の教義儒教を、西暦7世紀には仏教を導入した。仏教は現在支配的な宗教となっている。今朝7時30分私は6人の騎馬役人の護衛と共に出発をした。うち1名はやがて隊列から離れ、6人の別途馬長がいつものように駆け足でついてきた。それまで訪れたことのなかった界隈を通り、我々はまっすぐ深川八幡宮を目指した。大名屋敷に沿った道を通ってほとんどずっと港近くを進んだ。それから大きな商店街をいくつか駆け抜け、永大橋と呼ばれる長い橋を渡った。橋は大川の河口にあったり、あたりにかかっている。一時1時45分我々は江戸で最も美しい神社の一つである深川八幡宮へ着いた。大きな御影石の門をくぐると、大きめの石畳を敷き詰めた歩道が広い中庭を横切り、さまざまな列柱門を通り抜けてはまっすぐに社殿に続いている。社殿は木造で、趣味壇のような石の台座の上に建てられている。社殿のすぐ前は左右に獅子、そして紙を貼った窓のついた素晴らしい花崗岩製の灯籠がある。灯籠は高さ 2.5 メートル、厚さ2メートルの台座の上に据えられていた。
石の灯籠から数歩離れたところに竜と碑文を彫り付けた高さ 3.67 メートルの青銅製の灯籠が2基、厚さ60センチの花崗岩の台座の上に置かれている。社殿の右手には高さ2メートルの下のない鐘があり、水平の鐘棒で鳴らす。社殿は美しい木彫が施され、壁や天井はコウノトリ、鶴を表現した絵で飾られていた。本殿は2部屋からなり、各部屋にはそれぞれ祭壇、朱塗りの椀、おびただしい数の偶像、青銅製の獅子、銅の壺、銀の壺、金製の蓮の花などがある。私はこの寺でもまた東尋東尋と叫ぶ大群衆につきまとわれた。寺の後ろの枯れ木の梢にコウノトリの巣が見えた。深川八幡宮からの護衛とともに酒弁天に向かった。寺の傍らに1メートルの厚い台座の上に高さ 2.22 メートルの青銅製の大仏が座っている。須崎弁天のすぐ近く、岸辺に近いところに茶屋が見えた。我々はその体で日本人が称賛しているのと同じく煎茶を飲み、そこから港と松の豊かな近くの庭の素晴らしい眺めを楽しんだ。どの枝も庭師の巧みな腕によって水平に伸びている。茶屋には日本製の望遠鏡も備えられていたが、裸眼のままの方がよく見える。両国橋でと呼ばれる2番目の橋を渡って領事館へ戻った。昼食の後、赤羽の寺の公園を訪ねた。この寺には墓地もあり、1861年1月15日に暗殺されたアメリカ公使館付通訳ヘンリー・ヒュースケンの墓があるということで知られている。ヒュースケンは江戸に埋葬されたただ一人のキリスト教徒であるばかりでなく、日本語を正確に読み書きすることができるようになった唯一の外国人である。そしてそれがその死の原因となった。日本人は彼があまりにも日本の生活に馴染んだので、自分たちの統治機構の秘密を漏らすのではないかと押されたのである。ヘンリー・ヒュースケンが埋葬されて以来、この墓地は汚されたとみなされ、今ではすっかり打ち捨てられている。日本の社会はインドのカースト制度と同じくらいに厳密に6つの階級に分けられている。すなわち上の3階級と下の階級とがまず分離され、さらにその上の3階級は互いに隔てられている。第1階級は侍、貴族階級で、彼らは特権を享受し日本の太刀を指している。第2階級は坊さん、文人階級で、僧とは医師がこれに入り、侍と同様日本の太刀を指す権利を持つ。第3階級には御師、職人、水夫、商人、そして百姓などが含まれる。この階級の人々が第一階級の人と話をするときには、必ずその前にひざまずかなければならない。第4から第6階級は社会の底辺にいて、さまざまな差別を受けている人々で、その中では昔貴族の身分を剥奪された人々も含まれる。彼らは現在の極貧の身を恥じ、竹編みの大きな帽子、深編み傘で完全に顔を隠している。この帽子は筒のような形で65から70センチもあり、肩まで届く。小無双。国家はこの哀れな者たちが自分の身分を隠すことを認めて、むしろ被り物を脱いだ者は死刑に処せられる。さらにキリシタンが第6番目の階級に位置づけられる。彼らは17世紀中頃キリスト教に帰依し、
1684年に虐殺された日本人の子孫たちである。仏教徒として育てられということで子供たちの命が救われたとはいえ、現在は仏教徒であり、またキリスト教については何も知らないにもかかわらず、彼らはひどい軽蔑され、さらに汚されたものとみなされて、江戸の市中から隔離された一角に住まわされている。日本には戸籍がないし、これは間違い。その上政府も国税調査をしないので、江戸の人口についてはおよその数を上げることさえ難しくて、ほぼ250万から300万と推定されるのみである。ペリー司令官の秘書として1853年の誤りに日本を訪れ、1859年以来江戸に駐留している総領事のポートマン氏は、この首都の人口を250万は超えないだろうと考えている。ポートマン氏によれば、人口の配分はおよそ次の通りである。将軍家に属する役人使用人家来22万5千人、諸大名とその家来60万人、僧侶医師22万5千人、商人職人漁師百姓及び船乗り110万人、巡礼者及び旅行者20万人、将棋110万人、その他のクリスチャンなど5万人、総数で250万人。上記は日本人の数のみであって、現在江戸に住む唯一の外国人は公使館員ポートマス氏、そして私らである。しかし、まず外国との交易に開かれた3つの港の人口を見ても、アメリカ人以外の外国人はごく少ない。その数は横浜に約200人、長崎に約100人、函館に15人、総数で約315人である。外国人たちは横浜の浜辺の限られた居留地に住んでいる。彼らの家はガラス窓のある2階建てで、1階はベランダが、2階はギャラリーが巡らされている。どの家も花や木が植えられた美しい庭の真ん中に立っている。とりわけ私の若い友人のグラバー氏の庭は、多くの僧侶、椿、針葉樹、松とか杉とかもみなどが集められていて際立っている。また彼の家具調度を見れば、主人の才能と趣味の良さ、そして彼が雇った日本人大工の腕前のほどが見て取れる。大工はグラバー氏の設計図通りに作り上げたのだろう。というのも、日本には同じような家具が存在しないからである。中期で実は日本の戸籍は古く、6世紀まで遡ることができる。日本書紀金明城には渡来人を中心に戸籍が編まれたことが記されている。さらに天智9年670年には全国的全階層の戸籍が作成された。庚午年籍、近代日本の戸籍法は1871年明治4年に制定され、翌年公布。現行の戸籍法は1947年昭和22年に制定されている。トーマス・グラバーは1838年から1911年は、1859年に来日、長崎にグラバー商会を設立した。幕末の日本において彼は諸藩のために鉄砲、火薬、船舶等の輸入にあたり、また伊藤博文、井上多門、五代友厚、寺島宗典らのイギリス留学の手助けをし、日本政府から勲二等の勲章を受けている。グラバーは日本夫人と結婚し、1870年明治3年
長男富三郎が生まれた。倉場富三郎は学習院を卒業後、ケンブリッジ大学、ペンシルベニア大学で学び、1894年に長崎に戻った。富三郎はトロール漁法の日本への導入、発展に尽力したことで知られるが、1945年8月9日、原爆投下の後、8月26日死去。父子は今も長崎の港を見下ろす。坂本墓地に眠っている。長崎市南山手にあるグラバー邸は今も当地に残り、オペラ、マダム・バタフライの舞台にもなった。